皆さんこんにちは、三四郎今村です。現在私はこちら大糸線の信濃大町駅の方に来ております。いや、撮影日はね9月中旬なんですけれども、もうまだね猛暑日が大阪とか関東の方では続いておりましてね、もうこの日もね気温は35度となっていまして、もう暑いよみたいな感じに なっております。まあ暑ければね、北海道の北の方とかだったり標高の高いところに行けばいいんですよね。ということで今回は標高2000メートル超えの地点、立山黒部アルペンルートを経由しまして、この信濃町から富山までいろんな公共交通機関を乗り継いで避暑地にねいろいろ巡っていきたいと思います。ということで最初はねこちらの信濃大町から大木沢までアルピコ交通でいいんかな、このバスに乗りまして、大木沢まで行きたいと思います。それでは行ってみましょう。8時、バスは信濃大町駅を出発しました。ここから立山黒部アルペンルートの旅の幕開けでございます。この日は3連休最初の土曜日ということもあったんですが、車内はほぼ満員の状態でした。3席だけ補助椅子の空席があっただけなので、非常にこのルートの需要の高さが伺えますね。そしてバスは住宅などが並ぶ平野部を走行していきます。こんな感じで長野はね周りが山に囲まれているので、この景色こそ長野県らしい景色だなと思います。そしてバスは大町温泉郷を出発していきます。この辺りも有名な温泉群が並んでおりまして、ここに前泊してから立山アルペンルートの方に、ね、行くのもおすすめとなっています。ちなみに今回はね行く余裕がなかったですね。そして見てください、バスはね先ほどとは違い山に囲まれた場所を走行していきます。いや、こんなとこ通ってた野生動物が出そうです。すごいとこ通ってんなと思いました。そしてこの辺りには自家用車向けだったりバス向けの駐車場があるんですが、いやすごいとこに駐車場あるなと思いますが、いやこの緑だらけの景色もいいですね。そしてバスは大木沢駅に到着しました。この駅で関電トンネル電気バスと乗り換えします。こんな感じで駅舎も立派で、周囲がね高い山が見え身近で見えるので、ね、これからすごい場所に行くんだなという実感が湧きますね。ということで大木沢に到着しました。この地点の標高は1433m となってますね。一気にバスでね 1000m の標高を超えたという感じになります。こんな感じでね路線バスだけじゃなくてねツアーバスとかも結構来てまして、需要があるなということが伺えます。で次に乗るのがねこちらの関電トンネル電気バスに乗って黒部ダムの方に行きたいと思います。こんな感じでね電気バスということで環境に優しい乗り物となってるんですね。ちなみにこの大木沢から本来の立山黒部アルペンルートに行くというような感じになっているので、まあ、バスの部分はねオプションみたいな感じになってます。ということで今回ね11時半に予約してたんですけど、早い便にね変更できたので、まあ、早速乗って黒部ダムの方に行きたいと思います。それでは行ってみましょう。ということでね今電気バスのね待機列の方にいるんですが、まあ大体ね8列ぐらいに並んでね1から4のレーンある感じで並んでまして、もうめっちゃ人います。なんか今日はね旅行会社のツアーの人がなんか3社ぐらい来ててね、まあ私は個人参戦なんですけれども、まあ人多いですね。まあ今日はねこんな感じで山に登るので、9月ではねちょっと大阪とかだと暑苦しい格好なんですけど、これからね標高高いとこ行くんで、今回のサッシャー今村ね登山スタイルとなっています。今からねこちらの電気バスに乗りまして黒部ダムの方に行きたいと思います。いやバスはね新車のタイプですね。そしてこんな感じで釣り革はね可愛い耳がついているんですけれども、こちらは黒部ダムのキャラクターをモチーフとしているそうです。そしてバスは大木沢駅を出発しました。ここから立山黒部アルペンルートの本格的な乗り物をね乗って富山の方にね抜けていきたいと思います。こんな感じでバスがね何台も連なって出発していく光景はまさに圧巻だなと思いました。こんな感じで急カーブを通っていく中にはなんか電車で見るようなポールがあるんですけれども、実はこの電気バス昔はトロリーバスが走っていたので、こんな感じで架線の名残みたいなのが残っているのが特徴となっているんですね。そしてバスはこんな感じで山がちの区間を登っていきます。いやこれからすごい標高の高いところに行くんだなという実感があります。しかしね区間のほとんどがトンネル区間となっているのが特徴です。ではここで現在乗っている関電トンネル電気バスについて解説をしていきます。関電トンネル電気バスは2019年から運行を開始した乗り物となっています。この区間が開業したのが1964年となっていまして、1964年から2018年までは
トロリーバスというのが走ったんですね。トロリーバスというのは無機乗電車と呼ばれまして、バスにパンタグラフがついた感じになってまして、もうほぼ電車みたいな感じで鉄道と呼ばれていたんですね。しかし2019年に電気バスに置き換わったことで、今は電車とは呼ばれていないのが特徴となっています。ちなみにバスの車体は日野のブルーリボンをベースとしている見慣れた車両となっているのが特徴です。そしてバスは現在掘削隊と呼ばれる場所を走行しております。こちらはトンネル工事の際にすごい山から水が出てきて難工事を極めた場所となっているんですけど、ここをぶち抜いてトンネルを作ったと考えるとなかなかすごいものですよね。そしてバスは現在長野県と富山県の県境付近を走行中です。こんな感じで放送であるからわかるんですけれども、いや立山黒部アルペンルートで長野県を占める割合って2割ぐらいしかないって、ほとんどが富山県なんですよね。そしてトンネル内にはご覧のような堆肥設備が備えられているのが特徴です。実はこのトンネル、上下線のバスが同じトンネルを使用している関係で、ご覧のように堆肥設備に一旦バスが入って反対側来るバスをここで待つというような感じになっています。いやこれも面白いですね。そして反対側からバスがやってきたんですけど、こんな感じで複数台のバスが来るのでね、やっぱこういう光景も見るのも圧巻ですね。また車内はね、朝早い時間というのもあって誰も乗っていないのが特徴です。いやマジでねガラガラやんって、ね、突っ込みたくなりました。そしてバスは再び出発していきます。この関電電気バスの豆知識なんですが、実はこれらのバスは公道を走らないのでナンバープレートがついてないんですね。なので面白いプレートを見れるのが特徴となっています。しかしたまに整備の関係で公道を走るときあるので、そのときはナンバープレートをつけるそうです。そしてバスは黒部ダメ駅に到着しました。こんな感じで、いや駅もトンネルの中にあるんだと思いましたが、こんな感じでバスが複数台並ぶ光景は面白い。はい、ということで黒部ダムに到着しました。いやマジでね、トンネルの中っていうのもあるんですけど、めちゃめちゃ涼しいです。でこのトロリーバスなんですが、初めて知ったんですけど、上にねパンタグラフがついてまして、パンタグラフを使って給食充電ができる優れたバスなんですね。見た目はね普通のバスなんですけど、この立山黒部アルペンルートでしか乗れない車両となってるんですね。では早速ね黒部ダムの観光案内もあったんで、黒部ダム見ていこうと思います。はい、ということでね駅の外出てきたんですけど、こっちから見て右に曲がったらね、この写真のようなダムの絶景が見れる展望台、左に行くとねレストハウスだったり室堂方面のねケーブルカーに乗り換えできる感じなんですが、まあ今日はね時間があるのでダム展望台行ってレストハウス行って室堂の方に行くケーブルカーに乗り換えたいと思います。ということで早速階段がね220段ぐらいあるので早速行ってみたいと思います。はい、今ね階段220段登って、黒部ダム展望台の方に行くんですけどね、中はねトンネルみたいな感じの階段となっていまして、なんか土合駅行ったことないんですけど、そんな感じがありますね。ということで、まあ、階段登って絶景をねお届けしようと思います。いやどんな景色が広がってるのかな。ということでね黒部ダムに到着しました。いや見てください、下ねダム放水されてます。さっき一瞬虹が見えたんですけど、僕の目ではねちょっとうっすらと、あこの辺りにね虹が見えています。まあどういうことかというと、このダムのね太陽放水によって虹がねできるといった構造になっています。いやすごいですね。そしてこちらが確か湖になってまして、ここでねなんかあちらにあるような遊覧船とか乗って観光できるんですが、まあ今回は時間の都合上遊覧船には乗りません。それでね見てください、いやいい感じの山の景色がね広がってますよ。これこの後ねこっからまたケーブルカーだったりロープウェイなど乗り継いで、あっちのねまた山の標高の高いところに行きます。だいたいこの辺りで1500メートルぐらいの標高があるかなと思われます。駅の方はね1470か80メートルぐらいやったんですが、まあ、この地点はね1500メートルぐらいあります。いやいいね、9月のね下旬から10月上旬にはね紅葉が見頃らしいんですけど、撮影時はね紅葉は見れませんでした。いやでもダムのね放水の音もここまで聞こえてきて迫力ですね。それで険しい山々をこうぐるっと一帯囲みまして見えております。いやもう言葉に出ない、いや最高な絶景すぎるだろうと思いますよね。ということでねこんな感じで、
黒部ダムの、ね、来場記念写真をもらいました。このタイプは無料でもらうことができるんですが、フォトフレーム入りだと、ね、有料でいい感じの写真をもらうことができます。ではね、もうちょっとこの辺り散策していこうと思います。ではここから見える景色をね、順番に左から解説していきます。左のね、ちょっと茶色い線が入ってる山が赤牛滝、標高が2864メートルで、その隣の山が引き山でいいのかな、2301メートル山があります。そしてこちらの方の山が東一の岳、標高2512メートル。そしてこの辺り一帯、ちょっと上へ雲かかってるんですが、この辺りが立山と呼ばれる山々となってまして、標高が高いところで3015メートルですよ。いや、標高3000メートル級の山にね、僕憧れがありまして、まあちょっとね、登山するのはね、ちょっと至難の業かと思うんですが、やっぱこういうね、ちょっと雲隠れてるんですが、標高の高い立山の山々をここから見れるっていうのも非常にいいですね。でこちらが丸山、あれでね2048メートルで、真ん中が黒部なんちゃら山みたいなやつが2300メートル、そして奥が白馬岳、白馬岳じゃないんだ、白馬岳で2933メートルって感じになっています。であちらの山の麓にあるとこにもまたロープウェイで、ね、行けるみたいなので、また後で行きたいと思いますが、もうあそこはね確実に2000メートル超えてますね。それでこちらがね、黒部ダムの山の模型になってまして、ここが黒部ダムで、ここのね山、赤沢岳でいいのかな、ここをねさっきトロリーバスでここからこうビューって突っ切ってきた感じになります。この山もね2600メートルぐらい高さがありまして、結構高いんですよね。山もこんな感じでゴツゴツした感じがあっていいですね。そしてこの先ほどの展望台から少し降りたところにもこんな感じで香水が綺麗に見えるところがあります。こっちの方がね音だったり水の匂いをね感じられるので非常にいいなと思いました。いやすごいね、迫力があるよ。こんなとこにクマ出没注意ですよ。こんなとこにクマ出るんだと思いますけど、いやマジかよと思いますよね。いやでもこっからの景色も綺麗だな。やっぱ降りてきてね、だいたいこのダムの遊歩道の道沿いにやってきました。ということで今からね黒部ダムレストハウスの方に行きまして、名物グルメが食べられるんですね。ということで今からこちらに行ってね名物グルメを紹介したいと思います。そしてここにね自動販売機あるんですけど、値段見てください、ね、なんとね250円ぐらいになってるんですね。やっぱり山に行くにつれてね値段が高くなるなという印象でございますが、いや高いっすね。はい、ということでね今日のお昼ご飯と、まあ朝食食べてないので朝食を兼ねたグルメがこちらのね名物の黒部ダムカレーを食べたいと思います。こんな感じでご飯がダムの形をしていまして、これはグリーンカレーとなっていて、辛口なんですけど、これが黒部ダムをイメージしているというような感じになっています。でここがあのさっき放水してるとこで、こっちがね黒部湖の湖をイメージしているような感じとなっています。でこちらの水はね、あの黒部で取れた水を飲めるということで飲んでみたいと思います。それでは食べていきます。それでは食べていきたいと思います。いただきます。グリーンカレーって辛いって言ってるのほんまに辛いんかな、こんな感じです。いただきます。おお、ちょっと後に来るピリ辛さっていうのが感じれるかなと思いますが、別に食べられる感じです。辛さではありますね。他にも普通のカレーライスルーを使った甘口とか普通のやつもあるので、まあ、辛いの苦手な方はねそういうのを頼んでみてもいいかと思います。では現場からは以上です。ということでね、黒部ダムレストハウスで、グリーンカレー、まあ、黒部ダムカレー食べてきました。まあ、味としてはね、ちょっとピリ辛な感じはあったんですけれど、まあ、僕はね、余裕で食べることができました。まあ、辛いの苦手な方はね、普通のルーのやつもあるので、それも合わせてみてください。それであちらのね、ところからは黒部の太陽っていう映画で おなじみの湧き水がね無料で飲めるということで、さっきここのね水全部飲み干してね汲んできましたね。ということで、まあ、これから昼はねこれを水分補給にしていきたいと思います。であちらにいるゆるキャラはねクロネアンというゆるキャラで時々出没するみたいです。でこんな感じでここの黒部ダムのまあ上を通りまして次の乗り物に乗り換えれるということで今から行ってみたいと思います。いやー周りが山だ。やっぱこういう景色もいいね。
こんな感じでね歩いてるんですけど、まあ僕はちょっとここ歩くん怖いんでちょっと歩かないんですが、いやでも左側にはね静かな湖、左側にはね右側かには音だけ感じていただきたいんですが、ダムの放水音が聞こえてその周りを山が囲んでいる。いやこの景色もすごいと思いますよ。で黒部ダムもねまあまあ高い位置にあるので結構いいところを歩いてるなと思います。正直ここ風がすごい強いのかなと思ってたらそうでもなくてね、普通に今日でぐらいの気温だったら普通に歩けます。あさっきあそこの展望台いた時とかはね直射日光めっちゃ痛かったんですけど、今はそこまででもない感じですね。ああずっといてもいい感じの景色ですよね。いいね、ダムの中心って書いててね、標高がまあ1454メートルでダムの高さが186メートル、長さが492メートルとなってるんでね、普通にそんな長くない、高さはね結構ある感じかなという印象がございます。いや200メートルぐらいあるってすごいですよね。でこっち側にはねさっき言った扇沢方面のね景色が見えまして、ここにね、ちょっと名前出てこないけど山がねこう見えて結構ゴツゴツした感じがありますね。それでこっちから見える景色ももうダイナミックビューです。いや最高すぎますよね。ね、ここに黒部ダムマップがありまして、ここからねケーブルカーの伸び場に行く感じとなりますが、いや電気バスの黒部湖駅、黒部ダム駅とかケーブルカーの駅もねこんな感じでトンネルになってるのでねめっちゃめちゃ涼しく感じます。いやこれがやっぱ避暑地みたいな感覚があっていいですよね。はい、ということでねケーブルカーの黒部湖駅の方にやってきました。ここからまたケーブルカーに乗ってまたさらに標高の高いところに行きます。こんな感じで横にはね黒部湖、先ほどの湖を遊覧する船とかもあるんですけど、今回は所持金と時間の関係で省かせていただきますが、まあ、こういう日にね遊覧船の方もいいかと思うので、まあ、行かれる際はねぜひ乗ってみてください。では乗っていこうと思います。次はねこちらのケーブルカーに乗ってまた上の駅名ちょっと思い出せないテロップ出すんですが、いやすごい標高が急ですね。それでこんな感じで山をね突っ切るケーブルカーってこうトンネルの中にある感じでなかなか珍しい形態ですよね。では乗っていきたいと思います。そしてケーブルカーは黒部湖駅を出発しました。ここから約4分ほどかけまして上の黒部平の方に向かう感じになります。こんな感じで職員の方がねお見送りしてくれるのもね非常に見ていて楽しかったです。この日の余談なんですが、列並んでいたら私の後ろの席でねこの便に乗る方が切られたので、ちょうど運よく一人で乗れたなというのはなんか嬉しかったですね。そしてこんな感じでケーブルカーはほとんどトンネルの区間なので、こんな感じでどんどんトンネルの中に入っていきますね。それではこれからケーブルカーの車内を見ていきたいと思います。この車両の製造がね昭和44年製ということもあってかなり古いということがわかります。こんな感じで傾斜が31度、標高差が373メートル、所要時間5分みたいな感じでいろいろ書いていますが、いや結構この頃ケーブルカーも面白そうですよね。皆さんケーブルカーと聞いたら広い山の斜面を走っているものだと思っている方が多いと思うんですが、なぜ黒部ケーブルカーはこんな感じで全区間トンネル区間なのでしょうか。実はこれの背景にはですねこの周辺の気候が関係しているんですね。実はこの立山黒部アルペンルートというのは冬の期間は立ち入ることができないんですね。これはどういうことかと言いますと、この周辺がすごい雪が積もるからなんですね。なのでそういう雪の被害を防ぐために全区間トンネルで作られているのが特徴となっています。ここでねちょうど反対側から来たケーブルカーとすれ違ったわけなんですけど、こんな感じでトンネル内でケーブルカー同士がすれ違う場所っていうのも全国に探しても数少ないので、この光景もなかなかいいですよね。いやでもこれ見てるとずっとトンネルなんで、ね、先がずっと真っ暗だなというのは思いますが、これ見てるとなんか地下鉄なのかなみたいな感じでなんか錯覚を覚えてしまいますね。はい、ということで、ね、黒部平駅に到着しました。ここでねまたロープウェイに乗り換えて最高地点の室堂かな、最高地点かわからないですけど、とりあえず標高2000メートルぐらいのところまで行きたいと思います。はい、ということでね黒部平の駅の上がね展望台になってるんですけど、みんなねロープウェイにすぐ乗り換えちゃうんで、やっぱここ来てみたいなと思って来てみました。こんな感じでプレート周りのね順番に解説していきます。左から五竜岳、牛首岳、あの出っ張ってるのが鹿島槍ヶ岳、
布引山、その横雲に隠れてるんですけど、で鳴沢岳で真ん中が赤岩岳、赤沢岳ですね。ここをね、さっき電気バスで通った感じになります。でその横がすばり岳で張りの木岳といった感じになっていまして、だいたいどの山も平均すると2500メートルから2800メートルの標高の高さを誇る山となっています。でこれ見てくださいよ、これ今からね、あちらのロープウェイ乗ってまた上の方行くんですか。おおすごいな、さっきよりも山がダイナミックに見えるぞ。しかも見てください、ここね高山帯の木々が並んでるんですけど、いやもう圧巻すぎますね。いやすごいぞこれ。しかしね、この辺りエレベーターとかないんでね、階段ぜー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 言いながら登ってきた感じでございます。でこちらもね、山々順番に解説していきます。真ん中のね、これから登るところが大観峰って言いまして、ここが2316メートルの高さがありまして、こっちの方ですね、こっちの方が東一ノ越っていう山、まあエリアになる感じですね。でこの真ん中にある、ちょっと雲で隠れてて見えないんですけど、オナンジ山っていうのが3015メートルの標高を誇って、その隣の富士の折り立てっていうのが、まあ、2999メートル、まあ、ほぼ3000メートルの山となってるんですね。いやーすごいなこれ。ということで、ね、ロープウェイが、ね、やってきました。次はね、このロープウェイに乗って、まあ、さっきのね、標高2300メートルのまた地名忘れたという場所まで行きたいと思います。いや意外とちっちゃくてダイナミックな景色が楽しめそうですね。では乗っていきたいと思います。そしてロープウェイは黒部平駅を出発しました。いや見てください、もう一面こんな感じで立山連峰の山々を一望できますよ。いやこれはもう絶景すぎますよね。皆さんロープウェイとか乗った真ん中に支柱があると思われがちなんですが、この立山ロープウェイは支柱がないワンスパン方式を採用しているのが特徴なんですね。これを採用しているのは全国で2箇所だけで、この立山ロープウェイはね、そのロープウェイの中でも史上最長長さを誇っています。そしてこんな感じで進行方向左側の景色ね、東鹿の越のあたりと黒部湖のあたりもね今見えた感じなんですが、いやーこの景色最高すぎますよね。いやーロープウェイに乗っていてもこの絶景見れませんから最高ですよ。そしてねこのあたりで反対側来たロープウェイとすれ違うんですが、マジで支柱がないので高所恐怖症の方だったらね怖いと思うかもしれませんが、私もねちょっとだけ怖かったんですけど、もう絶景の凄さしかね勝たなかったんで、もう最高でしたね。そしてロープウェイは大観峰駅に到着しました。こんな感じで駅到着直前はすごいゴツゴツしたところをね上を通っていくので、これもまた下とはね違った景色で迫力ありますね。やっぱロープウェイの駅に入る直前のあるあるなんですが、こんな感じで一旦減速してねこうゆーらゆーらみたいな感じで入っていくね、それもねちょっと苦手な方多いかもしれません。いや感想としてはね、支柱が一本もないので景色だけは非常に見えやすかったとは言いたいですね。ということでね、大観峰駅に到着しました。こちらはね標高が2316メートルということで、ついね2000メートルを超えた感じになります。いやーサンシャイン真村もね標高2000メートルの地点まで来てしまいましたね。いや新記録更新でございます。では次はねこの立山トロリーバスに乗る前に展望台があるので、ね、また展望台の方に行きたいと思います。はい、大観峰からね見える景色はこんな感じになってまして、あちらにロープウェイがあって黒部湖、そしてさっき言った黒部ダムのねビジターセンターのが見えて、こちらに赤沢岳のが見えます。いやだんだんね今いる地点と山の高さがねどんどん近くなっていく感じがあって非常にいいですね。いやこの辺りの景色も非常に最高だ。 2000m なんでね、さっき見たらこの日の気温は19度ということで、ね、もう多分ね直射日光がまあ当たってちょっと暑い感じはあるんですけど、猛暑っていう感じではないですね。こっち側からの景色もね非常に雄大なものが見えます。これからねトロリーバスに乗るんですけれども、まあトロリーバスのあたりはトンネルの中となっているので、まあ、外の眺望は楽しめないかと思うので、こういう景色が見えるのもここが最後かもしれないですね。でねさっきの展望台よりもさらに駅舎の真上にねいい感じの展望スペースを見つけたんでやってきました。階段はね駅のホームから54段なんですけどね、この辺り
やっぱ標高が2000、3000メートルなんでね、やっぱ酸素濃度がちょっと地上と比べると薄いんですね。なんでちょっとぜいぜい言いやすい感じなんですが、いや、やっぱ高くなるにつれて見える景色っていうのも違ってきますね。で、これからね、この山を越えて室堂に行きたいと思います。室堂がね、この立山黒部アルペンルートの中では最高地点なので、ね、どんな景色が広がっているのか楽しみですね。こちらにはトロリーバスのね、ラストランのね、黒板アートがあります。実はね、このトロリーバス今年2024年がね、最後の運行となりまして、日本最後のトロリーバスに乗るのがこの立山トンネルの区間なんですね。最初に扇沢から黒部湖まで乗った、黒部ダムのですね、方まで乗った電気バスも数年前まではこのトロリーバスだったんですが、今はね、電気バスに変わって、ここの立山トンネルのトロリーバスのところもまた来年からは電気バスに置き換わるといった感じになります。こんな感じで伝票があるんですが、11月に運行終了して来年からはまた電気バスといった感じになります。まあ、今回ね、この立山に来た目的としては、このトロリーバスに乗りたいという目的で来たんですね。いや、結構ね、このバス類を見ない面白さがあるので、どういうものか実際乗ってみていきたいと思います。次はね、立山トンネルトロリーバスに乗って最高地点の室堂に行きたいと思います。こんな感じで今日はね、3連休ということで臨時便がいっぱい走ってるので、スイスに乗れるのがいいですね。こんな感じで横からね、トンネルなんで冷気がいっぱい来るんですけど、マジでこれが涼しすぎて最高です。はい、ということでね、今からこちらのトロリーバスに乗って室堂の方に行きたいと思います。いや、ドアの形とかバスの形が非常に独特です。まあ、車内もね、ちゃんと座席ありますね。よいしょ、おー、なんか古さがにじみ出ていいですね。最初に乗れたんでね、この前方の特等席ゲットできました。ではこれに乗って室堂に行きたいと思います。それでは少しだけトロリーバスの運転席を見てみたいと思います。こんな感じで普通のバスと見た目は変わらないんですけど、運転台周りの速度計とかはね、ちょっと鉄道の要素が少しだけ混じっているのが特徴となっていましたね。そしてバスは大観望駅を出発しました。ここからね、今年で乗れるのが最初で最後になるトロリーバスに乗って、日本最高地点にある鉄道駅室堂駅を目指したいと思います。こんな感じで、ここでもね、職員の方が大きく手を振ってくれてたので感動的でしたね。それでやっぱトロリーバスの特徴といったら、これ 3VF インバーターのね、音が聞こえるのが特徴です。ここで立山トンネルトロリーバスについて解説をしていきます。実はこの区間がトロリーバス化されたのは1996年と意外と平成になってからなんですよね。それまではこの区間ディーゼルバスというのが走っていたんですが、やはりこの排気ガスというのがこのトンネル内に滞留したりとか、この周辺の観光を保護するためにトロリーバスに置き換わったとされているんですね。トロリーバスというのはこのバスなんですけど、電車の要素があってパンタグラフがついていて、パンタグラフから電気を取って走るといった感じになっている無機乗電車と呼ばれているんですね。ちなみにこのトロリーバスの運転にはバスの免許と鉄道の免許2つがいるというような感じで言われています。しかしこの日本唯一のトロリーバスなんですが、部品の調達が困難になってきたことから今年度をもって廃止となり、来年からは電気バスとして新たに生まれ変わります。いや、これを見てるとなんか寂しいですね。いや、こんな感じでトンネルの中をトロリーバスで走ってるわけなんですが、いや、皆さんこれがバスだと思います？上から電気を取って電車のように走るバスでね、日本探しても今はここでしか乗れないので、やっぱこれ見てると非常に面白いなと思いますよね。いや、でもなんかこれ見てるとなんかすごい電気バスの元祖みたいな感じがあって、個人的にはいいなと思いました。そしてこんな感じで立山トンネルトロリーバスにも待機設備がありまして、こんな感じで反対方向のトロリーバスと行き違いを行います。こんな感じで見ていただいたら分かると思うんですが、後ろにね、パンタグラフがついてまして、ここからね、電気を取っていくような構造がお分かりいただけたらと思います。そしてね、こんな感じでまだトンネルを走行していくんですが、いやー、でもやっぱりトロリーバスってね、海外とか行ったらまだ走ってるとこあるんですけど、海外なんかはね、路面電車みたいにこう走っているとこが多いんですが、立山のトロリーバスはなんといってもトンネルの中しか走らない、これもね、魅力立っています。あ、この辺りの 3VF インバーターの方がいいですね。そしてトロリーバスは室堂駅に到着しました。ここが日本で一番標高の高い鉄道駅となっているんですね。
いやなんかこれ見てるとすごいとこまで来たなと思いますが、トロリーバス乗れるの最後なんですね。ということでね、室堂駅に到着しました。こんな感じでもうトロリーバス乗るのは最初で最後なんですが、やっぱねこう上にねこうパンタグラフがついていて、ここからね終電装置で電気を取って走って、スリーブ F インバータをかき立てながら走るっていう光景も非常に面白いかと思いますが、もう日本ではねもうこれが引退したらもう乗れなくなるので、もう海外に行かないと乗れませんが、いやなんかそれ考えるとなんか感慨深いですね。では駅の外出てみたいと思います。駅の上にある室堂平にやってきました。こっちの方にね立山連峰の山々を見ることができます。どの山もね標高3000メートルぐらいあるので、非常にそう3000メートル級の山々をね間近で見れるっていうのは非常に感動的ですね。あと思ったのがね、標高3000メートル級の山になるとあの岩がねゴツゴツしてる部分に雪が降るので緑が少ないのが特徴です。でこんな感じでねいろいろマップがあってトレッキングとかもできるんですが、今回そうトレッキングの装備だったりとか僕経験値がないので、まあ、あとはまあ時間がなかったりするので、今回はこの近くで見れるところだけまあ見たいと思います。でも近くでも結構いろいろ見れるんで、まあ、サクッと見ていきたいと思います。そしてねちょっとだけ登ってきたところに来たんですが、こんな感じでどの山が立山ということで、これ全部一体が立山になってて、この真ん中の山をねさっきトロリーバスで抜けてきた感じになっています。でこのロープが張ってるところがね高山植物帯になってまして、この立山の室堂標高2400メートルあるんでね、高山植物が見れるというのも特徴となっています。いやこういうのはね登山しないと見れないんですけど、公共交通機関に乗って見れるっていうのは非常に魅力的かと思います。おーでもいやすごいな、ダイナミックビューだよ。おここからの景色なんてもう絶景だよ。であっちの方にね雲、雲海かもしれないんですけど、そうじゃないかもしれないですか、いや雲のね上に来てますよ。公共交通機関で来れますからね、いやすごいっすね。こちらに見えるのがね御栗ヶ池と呼ばれまして、まあ普通に濁ってもないいい感じの青い池となっています。多分ここがね今回行ける最高地点やと思いますが、おおやっぱ室堂の駅から見る景色と違っていいね。これはこれでちょっと上の方雲がかかってきてて天気が変わりやすいなというのはあるんですけれども、やっぱあの雲がやっぱ神秘的よ。なんか雲の上に公共交通機関で来れるってね、まあ、飛行機を除いたらねあんもうこの立山のアルペンルートぐらいしかないんでね、いやなんかすごい自然のダイナミックを感じてます。今までねもう平地から見てたものをこう間近で感じられるっていうのも非常にいいですよね。もうなんかずっと痛い、ずっと痛い。でねこっちの方にもまた景色見えるんですが、ここもねまた高山植物一帯になっています。たまにねライチョウっていう鳥が見れると思うんですが、まあライチョウと聞いたらね鉄オタは特急ライチョウをね思い浮かべるかと思うんですが、まあ飛んでないですね、希少な鳥らしいんで見れたらラッキーみたいな感じです。いやでもちょうどね直射日光が今当たってないぐらいなんでめっちゃ涼しいです。確かね下で気温見たら16度ぐらいで、多分この日の大阪の気温が35度とか30度超えやったんでね、もう半分以下っすよ。でこう風を感じたらめっちゃ涼しいっすよ。もうな冬とかに秋とかやったら寒く感じるかもしれないですが、いやずっとね猛暑日を経験してきた私からすると、いやこれはね天国のような風でございます。いやいいね。くるっとね、この立山の室堂平周辺巡ってきました。こんな感じで奥の方には、見えますかね、なんか立山の湧き水が無料で汲めるとこがあるんですけど、まあ、ちょっとペットボトルいっぱいなんでね手ですくって飲みましたがめっちゃうまかったですね。で立山の石碑があるんですが、まあ、混んでるんで写真は撮りませんが、まあ、こんな感じでね20分ぐらいあればくるってさっと目に見える範囲やったら回ることができるんで、時間があればねちょっと狂って回ることをお勧めします。しかしねこういう山登りとかする際はね登山届とか装備が必要になるので、まあ初心者やったらねこう軽く歩くだけでもまあ十分かと思います。ではね下の方また駅の中もすごかったんでまたそれも紹介したいと思います。駅舎の上ちょっと下に行く前にこの駅舎の上も反対側の景色もお届けしたいんですが、次はねあのバスに乗っていくわけなんですか。あ結構いますね。まあ、この辺り自家用車とか乗り入れできないんで、こっから
室堂からですね、また山下っていくんですが、次に乗るのはこのバスになります。観光バスタイプとなっていますが、こんな山の中走んの、すげえ、絶景の一言でしょ。まあバスも乗りたいんですが、あと1時間ぐらいあるんでね、先ほど言いましたが、駅の中で美味しそうなものを見つけたんで、ちょっと休憩してそれ紹介したいと思います。で、上からね、駅に行く途中の階段にはこんな感じでホテル立山っていうのがあるんですね。立山連峰ですごい最高の地点でね、泊まることができるホテルとなってるんですが、まあここ結構泊まるのは高いのと客室数少ないんでね、まあ泊まるのは夢みたいなもんですが、いや こういう時にね、夜泊まったら夜空とか星空綺麗に見えそうなんでね、いやこういう標高の高い位置にあるホテルっていうのも憧れますね。ということでね、駅の、ね、中にある喫茶にやってきました。こんな感じでトロリーバスが引退するということで、その引退記念のソフトクリーム頼んでみました。600円ということで、まあトロリーバスの車体だったりカラーリングをイメージした感じになっております。では食べていきたいと思います。それでは食べていきたいと思います。開きます。まずね、刺さってるポッキーから食べていきますか。こう分かります、こうクリクリクリってしてね、ポン、こんな感じです。いただきます。うん、マンゴーソースとソフトクリームとボッキーの組み合わせが最高だ。では、まあ、まずねボッキーがいきますか。お、ちょっとねディップしてみました。うん、最高ですね。じゃあちょっとね上だけかぶりついていきたいと思います。いただきます。うん、ソフトクリームとマンゴーソースの組み合わせ最高だ。いや、やっぱ標高 2000m 級のとこで食うソフトクリームもうまいですね。このグルメは多分期間限定になっていますので、興味のある方は早めに食べに来てください。現場からは以上です。ということでね、この喫茶コーナーで、トロリーバスパフェを食べてきましたが、やっぱうまいっすね。でちょっと休憩するのにもね、この場所はうってつけの場所かなと思います。それで駅の中はこんな感じで、室堂は一番栄えてますね。トロリーバスと高原バスが両方乗り入れていまして、お土産店なども充実しています。この上にホテルもあるので、多分今まで行ったのこ の駅でも規模はでかいです。では次はね、高原バスに乗るので高原バスの乗り場に行きたいと思います。はい、次はねこの美女平行きに乗って、山をね下っていきたいと思います。13時40分、バスは室堂駅を出発しました。ここから約1時間かけて、ここから山をね、一気に下っていきます。信濃町からはね、ずっと登ってきたんですけど、室堂の境にね、こう一気に下っていく感じになります。いやこんな感じで、見える景色もね、一面緑の山の景色で、いやなんかこういうバス路線ってなかなかないので、非常に最高ですよね。そして一番後ろの景色だったんでね、立山連峰の景色を映してみました。こんな感じでね、山の頂上がこんな感じでスキー場のように岩肌が見えるんだなというのを見て思いましたね。4月とかゴールデンウィークに行くと、この辺りはね雪の雪像みたいな感じで、雪の間をねバスが通る光景が見れるんですけど、これもね絶景なので、1回ぐらいはこの目に焼き付けたいなと思いますね。そしてバスは天狗平という場所を通過していきます。このバスは美女平まで途中のバスでは止まらないので、こんな感じで通過していくんですが、この辺りの標高が 2000〜3000m 付近となっています。いやー標高の高いところバスは走りますね。そして今見えているのは二台ヶ原と呼ばれる場所です。こんな感じでこの辺りは湿原となっていまして、秋のシーズンは紅葉が見頃となっているんですね。そしてこんな感じでバスでね一気に山を下っていくわけなんですが、やっぱり標高が低くにあるにつれてね、やっぱり木々もね普段山道で見慣れたようなものに変わってきている感じがありますね。しかしこの辺りは一般車両とかは走らないのでね、バスだけがしか走らないので快適に動きます。そしてこんな感じで見える景色もね一面緑ですね。やっぱり立山アルペンルートって冬の時期以外は全部行けるんですが、ほぼ四季の景色は見れるかなと思うんですが、やっぱりこの緑も他の地域で見る緑とはやっぱ違っていいですね。そしてもうだいたいこの辺りまで来ると標高 1000m 切ってきたぐらいになるんですけれども、やっぱ下に降りてくると暑いなというのは感じますが、やっぱり自然の迫力というものはまだ感じられるので、この景色もやっぱいいですよね。ということでね、美女平駅に到着しました。だいたいね室堂の方からですね
2400m の地点から900m の地点に一気に下っていきたいということで、いやなんかすごい降り方をしたなと思います。ではまず次はですね、こちら美女平駅からケーブルカーに乗って立山駅の方に行きたいと思います。はい、次はねケーブルカーに乗るわけなんですが、ケーブルカーの乗り方がねまた面白くて、先ほど室堂駅でねバス乗るときに整理券が配られたので、その整理券順にねご案内ということになるので、僕は68番なのでしばらく待ちたいと思います。ということでね、ケーブルカーがやってきました。立山黒部アルペンルートの乗り物で、最後に乗るのがねこちらのケーブルカーになります。ではこれに乗って立山の方行きたいと思います。そしてケーブルカーは美女平駅に出発しました。こんな感じで後ろのとこに乗ったんですけど、これを見てるだけでも結構ケーブルカーが急であることが分かりますね。そしてケーブルカーの魅力である線路上にあるロープもね、ここからはっきりと見えるので、これ持ってるとケーブルカーに乗ってるんだなと実感が湧きます。そしてこんな感じで外の、ね、部分を走っていくんですが、大体皆さんが思い浮かべるケーブルカーの景色はこういうものだと思います。先ほど乗車した黒部この、ね、ケーブルカーは一面トンネルだったんですが、ここは地上とトンネルを組み合わせた感じになっているので、まだ明るさがあっていいですね。そしてトンネルを抜けるとこの辺りで下から下ってきたケーブルカーのすれ違いを行います。こんな感じでここのケーブルカーの特徴としては、荷物を運ぶ用の荷物車が後ろにね連結されているのが特徴となっています。いやーケーブルカー乗ってて荷物コンテナもついてるってなると、旅客だけじゃなく荷物を運んでるのになっているって考えるとなかなかすごいですね。ということでね、立山駅に到着しました。こんな感じで後ろがね客席部分、前がね荷物運搬用の、ね、珍しいロープウェイになっているのを初めて知りましたね。ということで、立山黒部アルベンルートを乗り物はここまでとなりますが、まあ、立山から富山までは富山地方鉄道の乗車券もセットになっているので、まあ、富山駅の方まで行ってエンディングとなります。いやでもここぐらいまで来ると標高 400m なんですが、めちゃめちゃ暑いっすね。さっきの涼しさが恋しくなってきました。はい、次に乗るのは15時27分発の特急電鉄富山駅です。この特急ね、普通と特急比較しても途中駅で抜かしたりしないので、まあこれが一番早く着くんですが、この特急追加代金かかります。そしてね車両がねまさかのもっと東急の4ドアということで、いや外れですね。駅職員の方も外れと言ってました。まあしかし面白そうなので別動画に解説動画上げているので合わせてご覧ください。ではこれ乗って富山の方に行きたいと思います。15時27分電車は立山駅を出発しました。ここから富山駅まではだいたい1時間ほどぐらいで行けるんですが、最後のねアルペンルートのこの切符で乗れる公共交通機関をね噛み締めて乗っていきたいと思います。そしてね立山駅出発に見える景色はこんな感じで、すごい山の中を走っていきます。ちなみに今回富山地鉄に乗るのは2回目なんですが、こういう山の中も走るんだなというのは初めて知りましたね。いやーなんか今まで見てきた景色とは違いますね。そしてこの駅では元京阪の3000系車両とすれ違うんですが、いやー個人的には特急乗るんだったらこっちの車両の方が良かったですね。やはり関西人としてはこの京阪の車両とかね馴染みがあるので、いや塗装もね京阪のあの懐かしい色をしてるので、いや特急に乗るのはこっちの車両にしてほしかったですね。そして電車は岩倉寺駅に停車中です。この駅で立山方面の列車とすれ違いを行いますが、こちらは富山地鉄のオリジナル車両となっているんですが、こちらも転換クロスシートになっているんですね。いやー高級車両の方が快適そうですよね。そしてこんな感じで特急車両ということもありね、一応爆走運転はします。そして進行方向右側には立山連峰の山々を見えます。いやー先ほどまでこのね山の上にいたって考えると、なんかすごいとこにいたんだなというのを改めて実感しましたね。電車は寺田駅に到着しました。この駅で宇奈月温泉方面の列車と乗り換えすることができます。ちなみにこの駅で1名だけね乗客の方を降りていったんですが、マジで停車駅から乗ってくる人はいなかったです。いやマジでね、この特急はロングシート車両というのもあるんですけど、そもそも噂によればね地元民は乗らない列車という噂もあるみたいです。そして電車は現在稲荷町駅を停車中です。この駅ではね元西武のねレッドアローっていう特急車両とね見ることができたんですが、いや車両余ってるんだったらああいう車両にね乗りたかったなと個人的には思いますよ。
そして富山駅手前では北陸新幹線とも並走するんですが、奥にね、愛の風富山鉄道の観光列車1万3000尺物語でいいのかなとね、並走しましたね。いや、最後の最後に観光列車と並走する光景、これが見れたっていうのもね、非常になんかついてたのかなと思いましたね。そして16時22分、電車は終点の電鉄富山駅に到着しました。朝8時にね、信濃町を出発して約8時間半ぐらいかけてね、この富山までたどり着いたわけなんですが、ルート的にはね、この立山黒部アルペンルートを突いた方が富山と長野は早く行けます。はい、ということでね、電鉄富山駅に到着しました。いや、特急オールロングシートの車両ということだったんですけれども、まあ、結構車内ガラス気でしたね。途中駅から乗ってくる人っていうのはいなかったです。もう多分この列車は地元民は乗らなくて、もう観光に特化した特急となってるんですね。でもね、この東急のオールロングシートのやつはね、ちょっと使っちゃダメかなと思うんですけど、もう多分、でもね、すれ違ってる時にね、京阪とか西武の車両とかあったんでね、うん、もうちょっと車両ぐりを考えてほしかったですね。では駅の外出てエンディングです。はい、富山駅の方にやってきました。はい、信濃町から立山黒部アルペンルートを通って電鉄富山までいろんな公共交通機関に乗ってみた動画はいかがだったでしょうか。個人的にはね、バス、ケーブルカー、電気バス、ロープウェイ、トロリーバス、高原バスとかね、鉄道いろいろね、もう乗ったんですけれども、もうとにかくもう景色がすごかったですね。こんな画像にある通り、例えば黒部ダムの放水、周りに囲まれた山々、そして室堂の方行ったら立山連峰の山々の、もう違った絶景が出迎えてくれてね、自然の迫力を感じることができたかなと思います。また室堂の方はですね、標高が2400メートルぐらいあったんでね、今富山にいる時よりも涼しかったです。もう風が冷たくて心地よかったんですけど、もう今はね、富山の平地でも蒸し暑くてもう苦しいぐらいでございます。まあ夕日が照っていたというのもあるんでしょうけど、暑いです。そしてなんといっても今年度をもってね、運行終了する立山トンネルトロリーバスに乗れたというのも大きな魅力だったのではないでしょうか。この立山黒部アルペンルートは11月まで乗ることができるので、まあ、まだ日本唯一のトロリーバスに乗ったことない方いらっしゃいました。ぜひ今年ラストチャンスなんで、ぜひ行ってください。また来年度以降も素晴らしい絶景が見れると思うので、まあ、行ったことない人もぜひこの立山黒部アルペンルートは一度訪問してみてはいかがでしょうか。ではこの辺で動画を終わります。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。